ロイドご飯の時間がやってきました。はい、どうも。今回は神奈川県藤沢市、少し前にですねオープンされた味噌ラーメンの新店、こちらです。行ってみましょう。
はい、というわけでご覧いただきました初訪問の花木流味噌藤沢店さんでした。今回はですね、味噌、ネギ、そしてもやし炒め、そしてライスをがっつりいただいてきましたが、まずこのスープの味の方はですね、口当たり比較的まろやか、そしてコクがあり、ネギや野菜とねもバッチリ相性が良いスープでした。そして食券機の方をご覧いただきましたが、こちらの店は、普通の味噌、辛味噌、黒味噌の3本柱なんですが、さらによく食券機を見てみると、さらにこのあえ麺や、担々麺、そしてその冷やしの担々麺や、辛い味噌、かなりこうもちろん味噌主軸ではあるんですが、そこからのバリエーション、メニュー構成がね豊富なお店だなという印象でした。はい、そしてまあ味とかそのねメニューの品揃えの豊富さもそうですが、何といっても今日驚いたのはこのコスパですよね。ラーメン自体のボリュームもすごくありましたが、 もやし炒めあのお値段であのボリューム相当びっくりしましたし、さらにライスですね、ライスは無料でさらにおかわりも自由ということで、さらにこう卓上にきゅうりのお漬物があるという時点で、なんか家系大好きな自分としては武藤家さんとか武蔵屋さんとかね即思い浮かびましたが、でそんなあのメニュー構成なのでがっつり食べるという感じの若い方がたくさんいると思いきや、もちろんそういう方もいらっしゃいますが、女性お一人の方がいたり、自分よりもっとね年齢上のお年を召した方がいらっしゃったりと、まあもちろん宮城味噌はやっぱ幅広く人気ある、ラーメンの種類ですので、いろんなねお客さんの層がいらっしゃるなと見ながら今日初訪問終えてきました。はい、そして今回はこのベーシックな味噌と、野菜トッピングライスでいただきましたが、先ほどお伝えしたようにまあ黒味噌まで自分かなり興味ありましたし、その担々っていうのもどうなんですかね、こうやっぱ味噌ラーメンのお店の担々なんで味噌担々なのかなとか思いながら、ちょっとそれも興味ありました。うん、さらにもちろんね味噌カレーといろんなメニューをねちょっと時間かけて制覇していきたいなと思っています。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。